안녕하세요, 희연です. 예이! 皆さん, あの季節がやってきます. 지메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 . そう、梅雨です. 梅雨といえばもう髪の毛とかもふわーってなっちゃってまとまらないし、髪を巻いても結構すぐ取れちゃったりするじゃないですか。そういう時におすすめなヘアアレンジをいくつか考えてみたので、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。まず1つ目のヘアアレンジなんですけど、梅雨の時に髪の毛をきれいに巻いても意味がないってフィヨンは思っていて、なのであんまり巻かないんですね。だからもう常にストレートのことが多いんですけど、このストレートヘアを生かしたアレンジをしていきます。そこで使うのがこちら、ヘアアレンジの救世主ゴールドピンです。1つ目のアレンジ本当に簡単だから速攻で終わっちゃうんですけど、この金ピンをおしゃれ風に刺していきます。ここに刺していきたいと思うんですけど、髪をまず耳にかけます。その時に全てをきっちりかけてあげるんじゃなくって、ちょっと髪を残すというか、ここの感じわかりますって感じで耳にかけてもらったら、そのままここにピンを刺していくんですけど、ピンを刺す時も上からピシッとしてもらって、ちょい高めの位置から始めます。でこんな感じで、2つ目、その真下にまた刺します。3つ目、同じ間隔でさらに真下に、これを4本つなげるというわけですね。でもし位置がちょっと気に食わないなとか思ったら、この下の毛をピーンと張ってもらって、ピンを動かせばすぐに自由自在に動くので、下げたりして間隔を合わせます。このピンなんですけど、上から下にずらすのは簡単にできるんですけど、下から上にずらすのは結構難しいので、位置にあんまり自信がない時は上の方から刺していって、でどんどん下に下ろして間隔を調整した方がやりやすいと思います。なんでこれが梅雨におすすめのアレンジかというと、ただ垂らしてしまうとどんどん湿気とかでふわーんってなってくるじゃないですか。でもここをピンでしっかり留めておくことによって、顔の周りがすっきりしてるので、後ろの髪がふわっとしてきてもそれはそれで可愛いんじゃないかなって感じで、この顔の周りが綺麗っていうのがフィヨン的にポイントです。てな感じで、あっという間に1つ目のヘアアレンジの完成です。続きまして、久しぶりに出てくる玉ねぎヘアです。一旦髪の毛を上じゃなくて真ん中らへんで結びます。で結ぶ時、このまま髪の毛をまとめてもらって、そのまま上げる。ここはいじりません。髪の毛の真ん中の部分で少しきつめに結びます。したらこの横の部分はちょっとルーズな感じが出てるけど、群はしっかりしてるのでそんな崩れの心配がない。あとこのもみあげの部分もちょっとだけ出します。そしたらこの後ろの髪の毛をどんどん結んで玉ねぎヘアにしていくだけで、どんどんやっていくんですけど、その時に間隔狭めに結んでいきます。結んだらここは引き出してください。間隔を狭めにしてるので、玉ねぎ自体があんまり崩れる心配もないですね。はい、2番目結んだらまた引き出します。で3個目、お好みで玉ねぎの数は増やしてもよくって、だいたい4ぐらいの長さだったら4個ぐらいですかね。最後の毛なんですけど、まあこっちも引き出してもらって、でまあちょっとここが気になる人は少しだけ引き出してもらって、耳の上の毛を耳にかぶしてもらうぐらいで引き出しは終了です。このもみあげに出した毛なんですけど、フィヨンはなんかもう梅雨とかだったらもうそのまま放置って感じでストレートな感じにしてます。って感じで、あっという間に2つ目のヘアアレンジの完成です。続きまして、2つ結びのヘアアレンジです。で2つ結びをする時にこの位置がすごい大切になってくるんですね。どのぐらいにするかというと、もうほんと超絶低めにします。このぐらい、こうじゃない、このぐらいにしたい。でもこうする時に耳の膨らみがないと卑弥呼様っていうか、なんか昔のヘアアレンジっぽくなっちゃう気がするので、ここに一手間入れてあげます。それがくるりんぱです。そしたらくるりんぱをしていくんですけど、最初半分ぐらいの毛を取ってもらいます。このぐらい、はい、トップの毛を取ってもらったら、この耳のちょうど膨らみをつけたい位置のちょい下ぐらいにくるりんぱを作ります。くるりんぱを作るとき、ちょっと緩めにゴムで結んでもらって、そのままくるりんぱしますね。そしたらこれもゴムの内側の方をキュッとしてあげます。そしたらこの耳の中心ぐらいにゴムがきますね。そしたらくるりんぱを少しだけほぐしてあげます、耳の横だけちょっと膨らみを出します。こういう風にこの下に残しておいた毛を全部結んでさらにくるりんぱをしていきます。そしたらもうこれはすごい低めの位置で大丈夫です。でこれはもう結構がっつりキュッと結んじゃって大丈夫です。反対側も同じようにするんですけど、こうやってくるりんぱを2つ作ることによってより崩れにくい丈夫なヘアアレンジができるし、この引き出し具合も増えるので自然にゆるさが出るって感じです。で全体的に結んでもらったら左右のこの引き出し具合とかそういうのを微調整してヘアアレンジの完成です。ここで番外編なんですけど、前髪の対処法です。前髪も結構ふわーってなっちゃったり綺麗にまとまらないって感じで悩んでる方も多いと思うんですけど、そういう時はもう前髪をね入れ込みます。まず髪の毛を前に引き出しますね。ちょん。そしたら自分の分けたい方向で分けてもらって、8:2 ぐらいの分け目にします。はい。そしたらこのままこの髪の毛を内側にくるくる入れていただき、顔周りの毛は残していただき、ピンで留めます。前髪を増やして内側に入れながらピンで固定することによって完全なるオールバックにならないっていうのが基本的にいいポイントと、例えば後ろの毛もちょっとまとめたいっていう時にこの毛がちゃんと毛並みが整っていることによって安心感があるっていうか感じでフィヨンはやってます。はいって感じでフィヨン流梅雨に負けないヘアアレンジのご紹介でした。いかがでしたか？こういう風に髪の毛がちゃんとしてるだけで女の子は気分も上がるし機嫌も良くなると思うので、よかったら皆さん試してみてください。お願いします。バイバーイ。